最近北極の氷が溶けているという話を皆さん一度は聞いたことがあると思います。実際に1980年と比較してみると、北極の氷の 40% がすでに消滅した状態だそうです。それだけでなく、地球の肺と呼ばれるアマゾン、このアマゾンをはじめとする数多くの熱帯林も無分別な開発や環境汚染のせいで今では半分も残っていません。その結果、当然ながら熱帯林に住む野生動物たちも半分にまで減ってしまいました。このようなニュースに一部では、地球の滅亡があと数十年しか残されていないという不安な声が出ている状況です。そんな中、汚染された地球の代わりに人類が生きられる新しい惑星を探さなければならないという主張も出てきています。実際、イーロン・マスクはスペース X という会社を通して積極的に宇宙事業を進めています。スペース X の最大の目標の一つは宇宙旅客船を作ることです。文字通り人間を宇宙に運ぶということです。同時に人間が滞在できる宇宙空間も作るつもりだと明かしています。つまり人間が地球ではない他の惑星で生活する時代がやってくるかもしれないということです。しかし、イーロン・マスクが初めてこれを試みたわけではありません。よく知られているように、NASA も昔から宇宙を観察してきました。彼らも同様に人類が住める惑星があるか、また別の生命体が住んでいないかを長年にわたって調査してきました。NASA は宇宙を観察するために大きな望遠鏡を使用しています。しかし、望遠鏡の性能がいくら優れていても、地球から宇宙を観察するのには限界があります。その理由は地球の大気にあります。太陽からの光は大気圏に入ると、大気中に存在する多くの微粒子と衝突したり、あちこちで反射したりするのです。望遠鏡を使って宇宙を観測すると、少しでも距離が離れると星の姿がぼやけて見えるそうです。しかし、もっと広い宇宙を見たかった NASA は、ある方法を思いつきました。それは直接宇宙に望遠鏡を打ち上げることでした。一種の天体観測用の人工衛星で、地球大気の影響を受けないため、以前よりもずっと広い宇宙を観測できるようになるのです。NASA は1990年のハッブル宇宙望遠鏡をはじめ、たくさんの望遠鏡を宇宙に送りましたが、その中で2009年に打ち上げられたケプラー望遠鏡が、人が住める可能性のある惑星を一つ発見することになります。それがケプラー 22b という惑星です。このケプラー 22b は、地球の 2.4 倍の大きさで、平均温度は地球より少し高い22度で、日本の初夏ほどの気温です。19度なら暖かく、生命体が住むのに適した温度ですが、しかし科学者を興奮させたのは別にあります。それはケプラー 22b で水が発見されたということです。水は生命の源であるため、水があればそこに生命体がいる可能性が高く、さらには人類が住める場所であるという意味です。果てしなく広い宇宙でこのような惑星を発見したことは本当に驚くべき成果といえます。しかし、宇宙望遠鏡を最初に打ち上げたのは1990年で、なぜ今になってケプラー 22b を発見したのでしょうか。実際、宇宙で生存可能な惑星を見つけることは簡単なことではありません。まずよく知られているように、宇宙は非常に広大です。さらにその広大な宇宙は現在も拡大しています。そのため、どこからどのように観察すればいいのか、その基準を見つけること自体が非常に難しいのです。そこで科学者たちはまず生命体が住める条件を考えました。まず一つ目は、適切な恒星が必要です。恒星とは、太陽のように自らエネルギーを作り出す星を指します。一方、惑星とは、地球のように恒星の周りを回りながらエネルギーを供給される存在です。少しでもキラキラ光る恒星の方が遠くから発見しやすいので、科学者たちはまず恒星から探します。しかし、だからといって光る恒星なら何でもいいというわけではありません。光を発する恒星にも様々な種類があるため、その中で地球に光と熱を与えている太陽は地磁型主系列星に属しています。ここで主系列星とは、星が誕生した後、自分で核融合しながらエネルギーを作り出す段階を指します。その中でも G 型はその過程が安定している恒星で、つまり G 型主系列星とは、エネルギーが多すぎでも少なすぎでもなく、突然の爆発もない状態のものなのです。ですから、太陽のようなものです。そして G 型主系列星を見つけたら、まずこの恒星の周りを回っている惑星があるかどうかを確認する必要があります。
しかしこれがまた難しいのです。恒星は自分で光を出すので遠くにいても見つけることができますよね。一方で惑星は自ら光を放ちません。それに恒星よりもサイズが小さいのです。そこで NASA はトランジット法という方法を思いつきます。トランジット法とは惑星が恒星の周りを周回していることに着目した方法です。まず見つけた光り輝く恒星を観察しながらその明るさを記録します。ところがもし恒星の周りを公転している惑星があったら、その惑星が恒星とケプラー望遠鏡の間を通過する瞬間、その惑星に隠された分だけ恒星の光が暗くなりますよね。その光の変化を利用して恒星の周りを公転している惑星を見つけるのです。ケプラー望遠鏡はこのトランジット法でおよそ450万個の恒星を観測しました。その結果、太陽系外で2600個の周回惑星を発見しました。その2600個の惑星の中で生命が生存できるものは24個でした。なぜたった 1% しかなかったのかというと、残りの 99% の惑星が候補から外れた理由はまさに恒星との距離にありました。実は太陽もその周りを回る惑星を水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星と合計8つ持っています。しかしその中で生命体が発見された惑星は私たちの地球1つだけです。つまりエネルギーを生み出している恒星と適切な距離を保っている惑星だけが生命が生きることができるということです。あまりに近すぎると表面にあるものが全て燃え尽きてしまい、あまり遠すぎても生命体に必要なエネルギーが十分に届かないためです。科学者たちはこの領域をゴルディロックスゾーンと呼んでいて、2600個の惑星の中でゴルディロックスゾーンにある惑星は24個しかありませんでした。では24個の惑星の中でもケプラー 22b が最も有力な候補に選ばれた理由は何なのでしょうか。先ほど言ったように適切な恒星がエネルギーを供給してくれて、惑星が適切な位置にあったとしても全ての場合に生命体が生きられるというわけではありません。生命体が惑星で生きていくためには意外とたくさんの条件が必要なのです。その中でも一つ目が水です。人体の 70% が水でできており、植物や動物も全て水を必要とするほど生命体にとって水はなくてはならない重要な要素です。特に科学者たちが宇宙で水を発見すると興奮してしまう理由があります。それは水が液体だからです。物質は液体の状態でいるときに最も効率的に使えます。特に息つく暇もなく動き続ける生命体の内部に液体でできた物質が入らなければエネルギーがあちこちに伝達されることはありません。もし私たちの体内の血液が米粒のような固体になっていたら円滑に循環することは難しいでしょう。一方、気体になっている場合はあまりに軽く密度が低いため多くのエネルギーを含めることができません。つまり液体状態の物質が生命体にとって最も効率的であるということです。また生態系全体の循環を考えるときにもこのような理由で液体状態の何かが存在することが生態系維持にとってはとても有利です。そして液体の中でも特に水を探す理由は宇宙に最も普及している物質が水であるためです。もちろん火星や月には水はありません。しかし水の構成要素である水素と酸素は宇宙で非常に一般的です。まず水素は宇宙ガスの 75% を占めています。そして酸素も 1% あります。したがってこれら2つの物質の結合物である水は他の液体に比べて宇宙で発見される可能性が高いのです。そして生命体が生活するために必要な惑星の2つ目の条件は重力です。重力とは文字通り物質を地球に引きつける力です。この力が十分にあると酸素を含む大気を惑星周辺に抑えておくことができます。もちろん人間を含む生命体も浮遊することなく固定されます。このような重力を持つには惑星のサイズが地球と同じかやや大きくなければなりません。最後に惑星で生命体が暮らすためにはその惑星に磁場が必要です。磁場とは電気が影響を及ぼす範囲を指します。私たちの地球にもこの磁場が存在しています。地球の中心部には核と呼ばれるものが存在していますが、核の外側である外核は金属性液体でできています。しかし皆さんご存知のように地球には月という衛星があり、月は独自の力で地球を引き寄せています。そのため波も生じるのです。地球の中にある外核も液体であるため
月の影響を受けてくねくねと動いているのです。そしてその過程で電気が発生し、地球は大きな磁石のような性質を持ちます。その結果、地球の周りに磁場ができます。子供の頃、 N 極と S 極を持つ棒状の磁石の周りに鉄粉を巻いたことがありますか？適当に磁石の上に鉄粉を巻くと不思議な形ができます。それがまさに磁場なのです。その形に基づいて地球の周りには巨大な磁場ができているのです。しかし、この磁場がなぜ必要なのか。それは恒星風のせいです。先ほど説明したように、太陽と同じような恒星は核融合によって膨大なエネルギーを生み出しています。そしてその結果、光や熱だけでなく多数の粒子が噴出しています。これらの粒子は恒星の外側に向かって風のように放たれているのですが、太陽の場合、その速度はおよそ秒速 400km ほどになります。この恒星風を惑星がそのまま受けるとどうなるのでしょうか。惑星を取り巻く大気層がすべて飛ばされてしまいます。つまり、すべての生命体がすぐに絶滅してしまうのです。しかし、地球は磁場がシールドとなって働いているため、恒星風を直接受けていません。一方、火星の場合は磁場がないため、この恒星風を直接受けるしかなく、その結果、大気も消失し、生命体も生存できなくなったと主張する科学者たちもいます。ですから、私たちが探している惑星にもこの磁場があれば、大気を保持でき、生命体が生存できるということです。これらの条件をすべて考慮した結果、科学者たちはケプラー 22b が生命体が生存できる最も高い惑星だと判断しました。まず、ケプラー 22b に光と熱エネルギーを供給している恒星ケプラー 22 について見ていきましょう。ケプラー 22 は太陽と非常に似た条件を持っています。半径は太陽の 98% で、質量は太陽の 97%、 輝度は約 80% ほどです。その結果、太陽と同じ G 型四系列星として分類されます。つまり、周囲の惑星に安定的にエネルギーを供給しているという意味です。そして、私たちが見つけた惑星のケプラー 22b は恒星ケプラー 22 のゴルディロックスゾーン内にあります。つまり、暑すぎず寒すぎない惑星なのです。実際、ケプラー 22b の平均温度は先ほど述べたように約22度です。6月の平均気温ほどなので、生命体が住むには非常に適した温度だと言えます。また、雲が観測されたことから、ケプラー 22b には大気が存在するとみられ、大きさも地球の 2.4 倍程度なので、適度な重力で大気を保持していると予想できます。そして、大気が無事存在しているということは、恒星から飛んでくる恒星風を防いでくれる磁場が存在するという意味ですよね。そして、最後に最も重要な水。幸い、科学者たちはケプラー 22b でたくさんの水を発見しました。つまり、今まで明らかにされたことによると、ケプラー 22b は地球と非常に似た環境を持っていることになります。だとしたら、私たち人類は今すぐケプラー 22b に移住する準備を始めるべきなのでしょうか。残念ながら、それはまだ少し難しいようです。なぜならば、ケプラー 22b に関する研究がまだまだ必要だからです。特に、その中でも水に関する情報が最も重要なのですが、これまでに明らかにされたことによれば、ケプラー 22b にある海は地球の海とは異なり、とても深いようなのです。海がとても深いと、様々な問題が発生するかもしれません。それは、すなわち水圧が非常に高いということ。このように高い水圧では水の構造が変化し、地球の水とは異なる水になる可能性があります。さらに、水圧が高いため、海底の物質が外に放出されるのは難しいです。このような環境では、地面の中の栄養分が水中に流れ込むことができず、生物が新しく出現することや栄養素を取得することも困難になり得るかもしれません。そして、もう一つ、まだケプラー 22b に地面があるかどうかは明らかにされていません。ケプラー 22b は海だけからなる液体惑星である可能性があるとされています。つまり、ケプラー 22b についての研究が不十分なため、ここがもう一つの地球になるとはまた言えないのです。しかし、幸いなことに、地球の代わりとして浮上している惑星はケプラー 22b 以外にもいくつかあります。その一つ目の惑星はケプラー 186f です。ケプラー 186f は地球から500光年離れた惑星で、大きさは地球の約 1.1 倍ほどです。この惑星はケプラー 186 恒星の周りを回っており、またゴルディロックスゾーンに位置しているため、生物が生存可能な温度を持っています。ケプラー 186f の最大の特徴は、
安定した自転軸を持っていることです。地球は23度ほど傾いた自転軸を持っていますよね。そのため地球の位置によって地球上で受ける太陽光が異なり、春夏秋冬の四季があるわけです。したがってケプラ 186F も地球と似たような季節変化を持ち、多様な生態系が形成される可能性があります。ただしここに光と熱を供給する恒星であるケプラ 186 は太陽よりも小さく暗い方です。そのためケプラ 186F に到達する光も地球が受ける光の3分の1程度のレベルです。もし人間がケプラ 186F に住むことになるとしたら、昼間の明るさは地球の日没時ほどになるため居心地が良くなるかもしれません。しかしこの程度のレベルなら植物が十分に光合成を行い成長できると言われているため、食料問題には問題がないと思われます。そして2つ目の惑星は KOI-3010.01 です。この惑星は地球から1213光年離れており、大きさは地球の約 1.5 倍で、推定気温は19度ほどです。19度ぐらいだと日本の5月の平均気温ぐらいです。科学者たちはこれを生命体が住むのに最適な温度と考えています。そして確かではありませんが、観測結果 KOI-3010.01 も大気と海を持っているようです。もしこの海の深さが適度な深さならば、 KOI-3010.01 が最も有力な次の地球候補になるかもしれませんね。3番目は KOI-5715.01 という惑星で、この惑星は太陽よりもやや暗い恒星の周りを回っています。そのため平均表面温度は 4.3 度ほどですが、幸いなことに KOI-5715.01 の大きさは地球よりも2倍ほど大きいことが分かっています。大きいほど重力も強くなるため、より多くの大気を保持することができます。そして一度入った熱が外に出るのも難しく、少ない熱でも十分に暖かくなることができます。そのため科学者たちは地球よりも少し寒い KOI-5715.01 でも生命体が生存できると判断しています。最後の惑星はケプラ 62E と 62F です。この2つの惑星はケプラ62という恒星を周回しています。アルファベット順に 62E がこの恒星に少し近く、その外側に 62F があります。まずケプラ 62E のサイズは地球の 1.6 倍であり、温度は約30度と伝えられています。一方ケプラ 62F のサイズは地球の約 1.4 倍ほどで、表面温度は約マイナス20度ほどと予測されていますが、まだ大気成分を含めた情報が多くないため、その他の情報は知られていません。それでもコルディロックスゾーンに位置する惑星であるため、科学者たちはこの2つの惑星にも注目しています。こうして科学者たちは観測可能な宇宙をくまなく探索し、生命体が生存できる惑星を探し求めています。ただし最初に話したように、宇宙は広すぎてまた暗すぎるため、遠く離れた惑星を詳しく観察することはまだ困難です。そのため各惑星が何でできているか、水がどのくらいあり、大気はどのように構成されているか、正確に知るためにはもう少し時間が必要です。しかしここで私たちが忘れてはならない事実が一つあります。それはこれらの惑星は地球から非常に遠く離れているということです。最初に言及したケプラ 22b の場合、地球から600万光年離れていますが、600万光年というのは文字通り光の速度で飛んでも600万年かかって到着することを意味します。しかし高速で飛行する宇宙船を作ることは現在の技術レベルでは不可能です。では現在の人類の技術レベルでどれくらいかかるでしょうか。現在までに知られている限り、超高速宇宙往復船を利用すればケプラ 22b には2200万年後に到着できます。しかし人類がこの地球に登場してからおよそ300万年程度しか経っていないんですよ。つまり今すぐ出発したとしても、2200万年後にケプラ 22b に到着した時には人類が進化し ET の姿になっているかもしれません。したがって現在私たちには他の惑星を探すよりもこの地球を守ることがより現実的なことなのです。つまり温暖化を防ぐために化石燃料の使用を減らし、公共交通機関を利用し、環境に優しい製品を使うのです。そして周囲の宇宙を全て探しても見つけられなかったたった一つだけの地球をできるだけ守ること、それが今私たちに与えられた責任なのではないでしょうか。今回は人間が住むことができる惑星について調べていきました。次回もまた面白い話題を持ってこようと思います。